お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日はですね、今回の作業は、すごい簡単なボンネットのね、ゴム、ボンネットのね、ボンネットが、フードを下ろした時に、下でね、受けるゴムがあるんですが、こちらをね、取り付けていきたいと思います。で、これね、4つ必要だよって言われたんですが、その時ね、2個しか買ってなくて、で、2個買いました。で、2個買ってあって、あと2個必要だよって言われて、あ、じゃあ注文しますみたいに注文したんですけど、新しいの2個が届いたら、その2個が家の中でなくなっちゃって、結局2個しかつけれなくなっちゃったんです。で、まあ、見つかり次第ね、もう2個は追加しますけど、家の中でね、ロストすることがね、結構ね、私の場合あるんで、とりあえずね、2個、とりあえずつけていきたいと思います。はい。で、それと、ここにね、ボンネットが、ずれないようになるのかな、こういうようなね、部品、正式名称分かんないんですけど、こういうのがあるんですよね。これもないんで、ゴム系の部品でこういうのがないんでね、これも取り付けていきます。これはね、ビスで留めるだけです。はい、まあそんな感じなんでね、今日はね、チャラチャラサクサクってね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではね、ここにね、取り付けていきます。なんかすごい面白い形の部品ですね。ズレ止めなんですかね。これはね、非常に安かったです。すごく安いです。ただこれ微妙にね、1000円ぐらいしたと思います。800円か1000円ぐらいか忘れましたけど、ただのゴムなんですけどね。はい、これなんかちょっとゴムでもこういう形してるのに安かったです。まあこれはこんな感じで取り付けて、ボルトをこうねじ込んで終わりなんでしょうね。まあ特に面白くない映像だと思うんですけど、まあでもね、これをさっきまでね、これタップをね、直したりしてたんですよ。こんだけ油まみれなくせして、この車錆びてんですよ、こういう穴。もう本当にね、どうしようもないですよね。油ぎっしゅな割に錆びてるという。はい、こんなもん感じかな。あんまガンガン締めても良くないんでね、こんなぐらいで入ってればいいでしょう。はい、それではね、反対側やっていきたいと思います。なんか名前がね、書いてありました。ボンネット、フェンダートゥーフードバンパー、フェンダートゥーフードバンパーって言って、今のね、わかんないですよね。はい、これもただボルトね、入れていくだけです。このボルトはね、家にいっぱい余ってるやつを使いました。あえて買ってません。で、一番在庫が多かったこの30ミリのね、投げのをね、入れてます。クーラーもね、ようやく効くようになりましたし、ただまあいろいろね、問題があるんでね、はい、それではね、次行きたいと思います。はい、ね、これレトロフィットされてるみたいなんですが、これちょっとね、エアコンの話ね、ちょっとこの間少なかったんで、今回ちょっとしていこうかなと思います。ちょっとね、暗くて見えない、ライトオンね、すごい油ぎっしゅですよね。あそこにね、低圧のね、接続口があるんです。その後ろ側が高圧があるのかな。で、まあレトロフィットに変換されてんですよね。ちょっとね、見づらいですけど、これ変換されてんですよ、これで。はい、で、まあ口金だけね、レトロフィットっていう感じで、あとは何も変わってないと思います。はい、だからガスだけ変えちゃったのかななんて思ってるんですけど、まあ
これファンシュラウドなんですけど、こっちでね、プールで吸い込んでるんですが、この前にね、あるのが、ラジエーターの前にあるのがクーラーコンデンサーなんですが、ラジエーターね、クーラーのラジエーターなんですけど、これが、電動ファンもついてないんで、レトロフィットしてガスをね、変えた場合、R12 の時はね、まあ冷えるでしょうけど、少しね、停車中とかアイドリングの時ね、ガスがね、温まっちゃってね、苦しくなっちゃうんですよね。だからこれにはね、電動ファンをね、こんな大きくなくてもいいですけど、1個つけてあげるとね、いいでしょうね。はい。まあ、それもね、動画撮ってね、やっていこうかなと思います。はい。まあ、クーラーないとね、こんな風に乗ってらんないんで。はい。あとはね、前回のパワステオイルをね、拭いたのをね、そのままなんで、洗ってないの、こう、テカテカ。ボディービルダーのね、油のようになってます。テカテカなんですよね。前の動画ぐらいで一生懸命掃除したの。2回も洗ったんですよ。ボンネットも油だらけ。まあこの車はね、油がつきまとって、だけど軽油のね漏れはねないんですね。ポンプがあるんですけど、これ持ってんのかなと思って、去年の暮れぐらいにね、なんか心配したりしたんですけど、結局雨になると上から滴り落ちて、油が吹いたパワーステオイルとかね、そういうのが吹いてね、ダメになっちゃうんでしょうね。まあ冬になったらまた滲むかもしれないですが、まあ軽油の宿命ですよね。まあそしたらね、場所が分かれば、特定できれば、パッキンね、ポンプオーバーホール用のね、パッキン全部、もう取ってあるんで、分かったらね、そこ一撃していこうかなと思います。ただ全部開けるのめんどくさいんでね、全部のパッキンは取ってありますけど、多分数個使うだけだと思います。でまあ、数個使ったらまたそれで使った分を注文して、いつでも完璧な状態、パッキン完璧な状態に、ね、しておこうかななんて思います。はい。はい。ラジエーターカバークッション、なんだかよくわかんない、ラジエーターカバークッションです。これはこう入れて、ここにこう入れて、はい、終了。早いですね。で4つちゃんとあるんですよ、多分家探せばあるんですけど、もうねダメなんですね、本当にね、探しないですよね。もう70の部品とかもあるから、もうね、ちゃんと車種ごとに分けないと何がどこにしまったかもう分かんなくなっちゃうんですよね。80、80、81、70、46、もうね、わけが分かんなくなっちゃうんで、はい、こんな感じでね、とりあえずいいかな。うん、よいしょ。今日ちょっと暑いですね。エアコンでもつけますかね。よいしょ。あ、ぐら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 。よいしょ。うん。あ、なんかいい感じですね。こうすればね。うん。いや、痛い、なるほど、これでいいんですね。はい。まあ大したことない作業ですが、まあ塵もねバリッとして、なんかこういう風にね、上が動くらしくて、ないとね、すり減っちゃうよって教えてもらったんで、つけました。はい。以上になります。はい、お疲れ様でした。今日はですね、ゴム4つ取り付けだけです。はい。まあ、クーラーのね、説明しましたけど、まあ、クーラーはね、じきに、電動ファンとかね、つけて、
きたいなと思います。はい、でまあ本物ですけどね、こう錆びたところ自分でちょこっと板金なんていうすごいのできないんですけど、汚いところだけ切り取って1ミリのボンデ鋼板をね使いなさいって言われたんで、 1ミリのボンデ鋼板を買ってきて、溶接をピースでねちょっとずつちょっとずつ直しながら、とりあえずそこだけタッチアップして腐れだけはね取っていこうと思います。はい、どん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 ねダメになってちょっと困るんで、でねタイヤをね買おうと思います。サイズはねこの間友達に相談してきたんですが、そうタイヤをね買おうと思いますが、ちょっとね今悩んでて、お金を貯めてね鉄筋のホイールを買うかでタイヤを買うかで、まあ、セットでね鉄筋のタイヤとタイヤホイールを買うか、これに組み替えちゃうか、すごい悩んでるんですよね。はい、まあどうするかね、これからゆっくりね決めていこうかななんてね思います。でまあね結構これ乗ってとね楽しいんですよね。まあ出力もそんなないですし、足の運動性能も特にすごくいいとは、80乗ってって乗るとねいいとはそんなに思わないんで、ただね味はあるし、なんかねこの車のいいところはね2200回転ぐらいまではねすごくいいです。もうすごい速いし、80より速いです。80はね2500回転以上ね回すとねもう一気にターボブーストかかってね出ますけど、まあそれまではねこっちの方がねいいかなと思います。ただ80の方が燃費ですね、なんでかよくわかんないです。これが7ぐらい677ぐらいかな。で80が8ぐらい走りますね、78ぐらいで、高速タラタラとか下道タラタラ走ってると910ぐらいいくかな。10は超えないぐらいですけどね。はい、まあそんなんでね今日はしょうもないゴムの追加になりました。しかもね中途半端2個、家でロストと、時期に探してねつけたいと思います。かなんかモノタロウに次なんか注文するときにもう一回一緒にね積んで頼んでね頼んじゃおうかなと思います。はい、まあついでなんでねなんかそうしようかなとも思います。まあ無事にパワステの方もねこれからあとはテスト待つだけなんで次の休みブロンコ行くのはね楽しみにしてたいと思います。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。